K1 時代から因縁があったストーリーもありますし、 K1 の喧嘩をライジンで見せたいなって、はい、心の底から思ってたので、朝倉未来選手が対戦相手を探してるって言ってたじゃないですか。誰でもいいよと。見たいのはそこじゃないですか。みんなが見たいのは。マイナビニュースをご覧の皆さん、アンボルケです。ミュージックステーションみたいなやつ。木村選手の会見に乱入しようと思ったの、はい、いうふうにおっしゃってたんですけど、どういうことしようと思ったんですか。いや、エール送ったろうかなと思って、はい、こんなもう悲しそうな顔してたんで、もうそんな僕知ってたんですよ、そんな。もうドーピングしてることなんて。おかしい、そんな、てかみんな逆に、やってないとほんまに思ってんのって、思ってて。だからまあ、ライジンの意思としても、木村選手の意思としても、まあ、また、こう期間を置いて再起したいっていう考えやったじゃないですか。でその試合決まるとしたのは俺やったんで、だからそこで登場してこう言いたいことバッシュっていってエール送ったのかなと思ってたんですけど、あんまちょっと止められちゃって、いや絶対行った方が良かったと思ってるんですけどね。もう対戦すること決まってるんですよ。もうこれはいや別に言われてないんですよ。決まってるなんか言われてないんですよ。俺の中で決まってるんですよ。だからそのストーリーをさらにどんどん大きくしていった方がやっぱ面白いと思いますし、ね、やっぱりその木村ミドル対アンボルケアってどう考えても面白いですし、絶対どっちか倒れると思いますし、だからその K1 時代から因縁があったストーリーもありますし、だからその K1 って今あんまり力がなくなってきちゃってるのも僕は寂しい気持ちもあるんですよ。 K1 もっとファイターとして、だから K1 の喧嘩をライジンで見せたいなって、はい、心の底から思ってたので、だからまあ薬抜いて心も体も綺麗にやって、まあ、帰ってこいよと、はい、そう思ってます。今回決まった試合について改めてこう意気込みをお願いします。そうですね、やっぱ またこれもそのストーリー性がちょっと良くて、まあ、同じチームの後輩先輩関係じゃないですか、宇佐美と木村って。でそこでその宇佐美選手自体もボクシングスキルがあって、で空手もやってて、で立ち技格闘技もこう順応できるというので、あと SNS で、まあ、その兄貴分である木村みどりに対して俺が攻撃煽りとかの攻撃をしてたんで、まあ、それに対するこの、ね、逆に俺が煽られるようなことも宇佐美選手自身からありましたし、だこれはライジンファンからしたらちょっとまあストーリー性が多少ある試合だと思うんで、まあ、面白いなと思って、はい、もう普通に圧勝ですよね。圧倒的だと思います、はい、別にボクシング強いって思いますけど、別にボクシングと負けないんで、はい、別にどんな展開でも倒しちゃうと、床でゴロゴロするのやめてくれと、はい、それ以外やったら何やってもいいよと思ってます。こう MMA が、まあ、つまらない発言みたいなことが、まあ、ありつつ、やっぱ立ち技魅力みたいなところでどの辺か改めてお願いします。やっぱ分かりやすいくないですか、うん、立ち技って。まあ、立ち技の格闘技ももちろんその使用試合とかもありますけど、やっぱりこう立ってて殴って蹴って倒すってやっぱ分かりやすいですし、まあ、日本の格闘技に火がついたのは立ち技格闘技じゃないですか、もともと旧 K1 なので、まあ、僕は立ち技格闘技をね長年こうやってきたんでね、そこに関して面白いっていう自負もあるし、まあ、自信持って言いたいんで、うん、だから認めさせたいなって思ってますね。鈴木千尋選手対あのピットブル選手はこう、まあ、MMA ではないんですけど立ち技の試合のようなこう決まり方というか、うん、なんかそういう感じだったんですけど、まあ、そういう試合も含めてこうなんかやっぱり分かりやすい。そうですね、やっぱあれめっちゃ湧いたのも結局殴って倒して、で倒してる間にも殴りに行く、やっぱああいう分かりやすいのがいいんですよ、うん、であれは俺もうわーって言いましたし、もうツイートしちゃいました。いやごめん MMA 面白いわ、はい。以前もそのブアカーボ戦であの試合後にこう引き分けだったのに、まるでもう KO 負けしたかのようなかなりの沈み具合というか反省されてる印象がこうすごい印象的だったんですけど、なんかそのある種再起戦じゃないですけどみたいな気持ちみたいなのはあったりするんでしょうか。まあ再起戦ですね、完全に、はい。まあ、ライジンデビューを華々しく飾るつもりだったんですよ、そのスーパースター相手に伝説の、まあ、それが達成できなかったんで、まあ、それに対する自分に対するがっかりだったんですよ、あれは、まあ、ちょっと自分に失望したというか。でもこの4ヶ月間本当に考えを改めて、本当に格闘技に集中してね、
やってきてるんで、うん、まあ再スタート、まあ、やっぱり俺の試合は面白いなと、はい、そう思わせる試合をします。心技体っていう言葉がありますけど、武道とかそのスポーツにはもうその通りで、まあ、心も技も体も4ヶ月前に比べたらもう圧倒的に磨かれてきてるなっていうので、はい、まあ、格闘家のマインドがよりさらに強く増したと思います、はい、格闘家としてのマインドが増したなって。それジムを作るクラウドファンディングとかもやられてるということですけど、それもやっぱりなんかある種格闘技への思いというか。そうですね、まあ、本当に本気だからこそああいうことをしますし、東京で自分のそういう、なんていうんですかね、格闘技、まあ、研究所って呼んでるんですけど、そういうのを構築して、もう格闘技に 100% 全力集中する環境を自分で構築したいなと思って、でそれで皆さんにご支援いただいて、はい、今回、まあ、目標金額を達成して、はい、作れることになりました。はい、ありがとうございます。ちなみにこうファンの間で結構安保選手を教えるのがうまいみたいな声があると思うので、はい、その辺ってご自分ではどう思われてますか？いや、めちゃめちゃうまいと思いますね、はい、やっぱりこの言語化っていう部分がすごい得意で、そのなんでじゃあここに足を置いたらダメなのかとか、でそういうのを体と言葉を使って説明するのが得意なので、だから結局やっぱり格闘技 IQ が高いのか僕は思いますね。で結構昔は勢いに任せた試合とかをしてたんですけど、今こうやって人にこうそれを伝えることによってやっぱインプットしたものがアウトプットしたらインプットされるんですよ。でそれはやっぱより自分の中でそういった理論とかそういったものが精度高くなっていってるんで、まあ、自分自身本当に格闘技のその技とかスキルとか体とかだけじゃなくて脳みそ的な部分でも強くなっていってるなと思います。先日のブレイキングダウンではこうまあ、ボブサップ選手であったり、はい、K-1 のレジェンド選手が出てきたりもしてました。またそういったレジェンド選手でやりたいみたいな気持ちいや、まあ、朝倉未来選手が対戦相手を探してるって言うじゃないですか、誰でもいいよと、まあ見たいのはそうじゃないですか、みんなが見たいのはって思ってますけどね、はい、朝倉選手とやるとしたら、その MMA なのかキックなのかってありますか？床でゴロゴロはダメです。っていうのも、まあそれはもちろんね勝ちたいのはありますけど、あれそれ決まってないですよこの試合は。もしやるとしたらの話ですよ。やっぱ1分間じゃないですか、あれは。1分間の中でこう、じゃあ5分やったらいいんかって話じゃなくて違いますよ。でも1分間でこの MMA 寝技の試合やってますけど、やっぱ面白くないんですよね。このやっぱ殴り合ってこのバチバチのこのドラゴンボールの戦いみたいな攻防を見せてくれってみんな思ってるんですよ。とりあえず、まあ、その先、まあ、さっきもずっと言ってるんですけど、やっぱりその木村実とはライジンでは確実にやりたいですし、でもしかしたらブレイキングダウンで僕は朝倉未来選手もやりたいと思ってますし、まあとりあえず目の前にあることをこなしていけば、まあ、おのずとこうなんていうんですかね、それをこなしていけば面白いこうマッチメイクとか話題性のあることができると俺は思ってるんで、はい、とりあえず目の前のことをこなしていきます、はい。まあ、正直今回その格闘技ファンっていうところに対して言いたいことはないんですよ、はい、っていうのもやっぱとにかく自分に対する生産ですね、はい、ちょっとバン中村みたいになりましたけど伝わりますかね、はい、バン中村さんみたいになってますけど、前回大口を叩いてこう有言実行できなかったのを、まあ、今回必ず、まあ、自分のためにまずは、まあ、見返してやる、はい、そういった気持ちを持ってます。